今すっごいちょっとバカな話を聞いてほしい。ちょっとでもちょっと可愛いと思うかもしれない。あのね、今ね物件を見てるんですよ。物件を見てていろいろ条件絞って、なんかなんかここすごくいいお家っていうなんか理想というか、なんかいいなこの広さとか思う物件を見つけたんです。だからそこ目指して頑張ろうと思っていや今のお家もお気に入りだよ。でもなんか見つけたの、あ、ここのお家目指して頑張ろうって。その夢を叶えられるように頑張るんだ。何？分かった、半分家賃出すよ。だから一緒に住もう。住もうすんの一緒に無理だよしないよ、勝手にしてて一人でね、一人でちょっと相撲しててください。はい、どうぞ。はっきり残ったそう、物件見るの好きなんですよ私。夢の国のそばに住むのはどうですか。夢の国のそばってさ、だってさ千葉県じゃないのねえ一人でちょっと相撲していただいて、どうぞ。私は止めませんよ、一人で相撲すること。止めません、どうぞ。もう好きなだけ一人で相撲してください川を越えれば東京です。おー、川を越えたら東京なんだね。越えちゃって、越えちゃって、越えちゃって、これはちょっとまだ残しとこう。東京近いで、電車で30分かからん。すげえ、電車で30分か。おし、できた。ティリ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 ティ。こんばんは。こんばんは。だから片付いたよ。
かわいい。ラジオだと急に狂ったのかと思う。いや、かわいい。これはちょっとさ、ブログとかに載せようかな。せっかくここでキャーキャーかわいいって叫んでるから。かわいい、やばい、めっちゃかわいい。かわいい、シンゴ。ブロガーなんです。うん、ファンクラブのブログに載せようと思って。ぶっちゃけじゃなくてかわいいのね。いや、なんかね、なんでお前ここにいんのっていう。かわいい。いつも堂々とさ使ってるソファーをさ、もう隅っこにちょこっているの。かわいい。ファンクラブのブログに載せようと思ってる、ありがとうって送っとこ。めっちゃかわいい。シー君もブログやらないかな。しーくんはブログやらないよ。代わりに私がやるね。代わりに私がやるね。そうそう、昨日だか一昨日だかにさ、熊崎さんのさ、ソロライブやるってさ発表されたじゃないですか。めっちゃ行きたいんだよね。5月31日なんだよね。行きたいなけど、ちょっと行けそうにないな。もうさ、悲しい。前回も行けなかったんだよな。行きたかったのに。ね。行きたいなーって思ってたんだけど、なかなかですね。そして私は早くダウンをクリーニングに出さないと。出してないんだよね、まだ。なんかもっと頑張ろうって今思った。マネージャーさんから連絡来て、ファンクラブ頑張るぞってなった。えいえいおう。えいえいおう。
やばい、マネブロも頑張りますって来ちゃった。やばい、この配信聞かれてるのかな。ありがとうございます。面白いブログにしますだって。いやもうあのマネージャーさん自体が面白いからもう全然素で大丈夫です。もう十分お面白いですよ。張り切ってますね。そりゃああそうだ、みんながさ、みんながっていうかあの気になってた、どれだっけ、あ、月末更新になるって、あのファンクラブの会員のその月末で更新になるのか、それともあのそうその入った月からなのかっていう、入った月っていう入った日からなるのかっていう質問あったと思うんですけど、月末更新になります。入会日から1ヶ月などではなく、月末で更新となりますとのことです。はい、はい、あーよかった言えて。こんな感じです。6日に始めたから、セーフセーフ。入るなら初月に入った方がお得ですね。そうね、だから入るなら今のうちですね。まあ解約する気はないから更新のタイミングあまり気にしてません。おお、すごいイケメンなこと言うじゃないの言う。終身契約え、みそぎファンクラブみそぎなの何かの。間違えて大きい大会ボタン押さないように気をつけます。そんなに大会ボタン大きい？嘘でしょ。大会ボタンってどこにあんの？なくない？私見当たらないんだけど。ちょっと大会ボタンそんな大きいの？なくない？
へえ、なんかわかりやすいんだね。あ、会員証のページ下。いや、私のところにはないのかもしれない。あれ、多分。丸のすぐ下に大会ちゃんがいるの。あ、そうなんだ。多分ね、私のはないですね。え、そんなに大会ボタン嫌だ。なくしてくださいっていう 大会ボタンちょっと消していただけませんか 大会する時が一番困るやつね、それね。まるかわいい、いっぱい動いてる。ちかなちゃんに大会ボタンあったら困るよ。まあね。片道切符のファンクラブ。なんかすごい。片道切符のファンクラブ。なんかありそう。ね。まあいいじゃん。こんな親切なファンクラブないよ。わかりやすいところに書いてあるっていう。ね。そう、幼きゃいいだけ。大会したくなかったらね。ね、なんて優しいんだろんばんは。みんな、なんでさ、こんな夜遅い時間まで起きてんのって思ったらさ、明日休みの人が多いのか。なるほどね。休みなの、みんな。その後の解約ボタンも起き、あ、そうなんだ。すごい親切な やばい、なんかあれなのかな、私のファンの方さ、目悪い人が多いって知ってんのかな？ 老眼なのかわかんないけど。ちかなちゃん週末感なかったの？あのね、この職業別に関係ないんですよ。月曜日だろうが、日曜日だろうが。明日5時起き？寝な？おやすみ？おやすみ。さよなら。さよなら。さよなら。全然ないですね。本当にね、曜日感覚っていうもんないです。だって好きなアニメも終わっちゃったし。むしろ週末の方が仕事多いでしょ。なんだろう。これはね、不定期だな。アイドルの時って週末に例えばフェスがあったり、公演があったり、丸鳥さんとかね、そういうのがあったりとか、おしゃべり会があったりってあったけど。
今は別にそこまで週末にギュッとあるかっていうとそうじゃないね。稽古は別に平日休日問わずあるし、うん、まあ日曜日か土曜日のどっちか、その休日にまあオフラインがあったりとか、オフラインじゃない、オンラインか、トークポートがあったりワロップがあったりがあるぐらいだし、そんなになんか休日だからとか平日だからってあんまりないかも。今は稽古期間、今は舞台本番期間とか、今日はワロップ、今日はトークポートみたいな感じの感覚ですね。はい、かな。うん、そうね、多分ね、5月やばいな。5月やばいね、私やばい気がする。5月、乗り越えられるように頑張る。体にはお気をつけて。なんかね、マネージャーさんにも言われんの、大丈夫ですかって。それこそ東京に引っ越してきてすぐちょっとしたお仕事してからの稽古に合流してとか、新潟行ったり来たりしてとかあったけど、全然体壊さなかったんですよ。だから大丈夫ですかって言われたけど、私ね、多分そんなにね大丈夫なんだと思う。うん、ただ早起きとかあるとはっってなるけど、これが若さか。いや、若さじゃないよ。なんかさ、それさ、それこそキックオフ新春の時に言われたんですけど、番組の時にね、今日何時に起きたのって聞かれてさ、何時ですとか答えると、早いね、これが若さかって。ないよ、若さとか関係ないよって、眠いよって思うもん。いや本当にさ、でも本当ね、両親には感謝ですよ。こんなに丈夫な体を育ててくれて感謝しかないですよね。素晴らしいと言ってもいいぐらいも丈夫ですもん、私。そんな風邪ひかないし、まあ、今鼻声なのはちょっと申し訳ないんですけど、この花粉症にやられてるんですけど、いやマジ風邪ひかない、怪我しない、すごくない？うん、
丈夫。たまにね、たまになんか女の子らしい女の子をいいなって思ったりするの。本当にごくごくたまにね、なんか立ちくらみしちゃいましたとかさ、なんかちょっと煙が苦しいみたいな、あのスモークあったじゃん、ちょっとうっみたいな、全然ない。スモーク、あのさ、ツアーの時さ、あの青春時計が終わった後さ、ゴロ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 って雷のやつなってさ、こうバタンってみんな倒れてるじゃん。スモークめっちゃたかれんのよあれで、自分たちの歌ありまでずっと地べたに張ってるからスモークをめっちゃ吸うんですね、そしそしなん時に。だから苦しいのよ、めっちゃ苦しいの。でももう気合だよね、私の場合。耐えろ耐えろ耐えるんだってなりながら歌ってましたそう、だから薄目開けて、あ、もうすぐでスモーク来るって思って、もう呼吸をゆっくりするの。で、めっちゃゆっくりねやったら意外とね、持つんだよねそう、いや、マジでね、女の子出なかったですね。はい、もう耐えてましたマネージャーさん、これさこれファンクラブ載せたい面白い、めっちゃ、もうマネージャーさんめっちゃ面白い嫌だよって言われたマネージャーさんとの LINE をファンクラブで載せてもいいですかって聞いたら嫌だよって言われた。いや、マジおもろいこれね、言えないよ、言えない言えない、これ言っていいかな、ショールームだったらいい いや面白い本当にはあ、はあ、面白いな本当に。いや本当
マネージャーさん面白いです。本当に面白い。いやなんかあの LINE ってさ、カラフルな文字あるじゃん、でかいデカ文字のさカラフルな文字あるじゃん、もうそれを使ってさ送ってくるんですよ。でまさかこんなにでかいとは、もっと小さいかと思ったのにって言ってくるの。いや今度カタカナ交えて送ってきたよ。これはバランス悪いなって思う、なんかもうああ面白い、好きですねーとことこ好きですねー。もうなんかさ、そうなんですねーってさ、マネージャーさんのさ話をしたらさ、あ、チカナもとうとう流し方を覚えたなって言われたのこの間マネージャーさんに。面白いね、こんな面白いマネージャーさんです。あのマネージャーさんもあのナソマネのやつ、あのファンクラブのナソマネのやつ頑張るって言ってくださっていたので、お楽しみに、とても面白いですねえこれ載せちゃダメなの本当にこれもうさ、スクショして残しとこうよいしょ完了知らんがな、これは小さいよ、なんで知らん載せましょう、ナソマネのところに面白い、本当に面白いこういう時のためのファンクラブあー面白い本当面白い、いつか公開したい、いつか載せよう、いつか載せましょうね。マネージャーさん多分この配信は聞いてないんだろうけど、これはでかいとかしたいのもうさ、いつか載せましょう。いや面白い本当に、いや本当これ見せたい、見せたいのに見せれないのがもどかしいです。やばい、もうそんなこと言ったらさ12時回ってるよ、寝よっかみんなね
べ、みんな寝るよ。いい子は寝なさい。私はちょっと台本を。確認してちょっと練習してから寝ます。はあ、面白かった。ありがとうみんな、配信付き合ってくれて。12なんて読むの、12ミキアンさん、12ミキアンさん合ってる、11トモネコさん、11トモネコさん、10位キクマルさん、10位キクマルさん、9位バナナテオさん、9位バナナテオさん、8位ディエマさん、8位ディエマさん、7位タッチンさん、7位タッチンさん、6位カブさん、6位カブさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位ユーノさん、4位ユーノさん、3位カワちゃんさん、3位カワちゃんさん、2位ナチュラルさん、2位ナチュラルさん、1位ラーマさん、1位ラーマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、夜遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。いらっしゃい。はい、ではでは。やると思った。さすが、さすがチカナ、そのこと好きなだけあるね。キラーン。さては酔ってない、もう一滴も飲んでねえよ。おやすみみんな、おやすみ。またね。バイバーイ。